あ、じゃあ俺こっからジャンピング就寝するわ。はい、見てるよ。いくよ。で、届くか。お届かねえ。はい。え、寝てる、寝てる、寝てる。寝てる。届かねえ、寝てる。しれっと寝てる。今こっちつけてんじゃん。あの、教えてもらいたい。ここ作り方。ここに、ここに。作り方ここに。あ、了解でございます。ここの階段をね、作っちゃってください。あ、こういうことでいいんですよね。こういうことですよね。シュイース。ウィース。この階段作ろう。あ、違う。階段と階段、階段いっぱい作ってでしたっけ。あとここら辺にでブラックオーク最大していいよ。ブラックオーク。あ、危ねえ、落ちる。中二っぽくな。ダークオークの方が全然中二っぽいと思うんですけど。確かに。確かに。あー、極論だわ。あ、なんだっけ。極端な話。極端な話。あー、落ちた。極端な話、落ちた。極端な話じゃなかったなっていう。あっぶねえ。極端じゃない話。落ちそうになった。クリーパーが目の前にいた。いや、極端な話だよ。それ極端。極端じゃない。普通に言うと、クリーパーが見えたで。いや、ほんとにね、極端な話って盛ることなの。違う、ちょっと。いや、盛ることで。盛ることを極端な話って。シルカーボックスそこいいんじゃん。ちょっとチラッとスマホ見んじゃん。打って画面見たら目の前にクリッパーいて。スマホ見んじゃん。極端な話だよ。極端な話。あと、すごい極端な話。遅れたら多分爆発したよ。極端すぎるよ、それ。うぜえ。なんだろう、このうざい会話。すごくイラッとする。いや、動物園が見える。いや、そう考えたら森の中に。ジャングルの木並みだけんだな。ないね。俺3回作んなくてよかったよ。作ったらマジでハンバーガーショップよりも目立つ。死んでただろ。ほんとだ。ハンバーガーショップに匹敵する高さって相当高いよ。てかさ、階段ブロックってさ、スニーク効かないよね。そう。え、効くの？ハンブロック側の方だと効かないんじゃない？効かないよね、これ。だから落ちるんだよ、普通に。ね、ちゃんと気をつけて作業してないと、屋根作りって。その話に落ちるね。そう、極端すぎるな。階段余ったんだけど。こっち側にまだあるよね。いっぱい作っちゃった。まだある。まだあるよ。そんないっぱいはやらない。いっぱいはやらない。え、なに、今は天、なに、2階天井のやってんの？おーおー、そいつダメだよ。あ、やべ。今上。なに、今2階天井の掃除がやってんの？そう。ってわけじゃない。もう天井。これはもう天井だよ。天井じゃない。天井。屋根。の屋根に乗りたい。あ、いや、それはダメだ。天井掃除行く。いやー、お、来た。来た。なんで今叫んだの？いや、なんか、いけないかと思って。あれじゃね、室伏がハンマー投げた時に叫ぶのと同じじゃね。いや、遅くね。着地してから叫ぶ。着地して、見えてから叫んだよ。あ！あぁ！マスタムロフシ。マスタムロフシ。マスタムロフシ。あ、またハンマーしてる。着け。え？よく見ろ。あれ？あ、これもう一個じゃん。もう一個あんだよ。スマイルガラス頂戴。白いくのはひねくれ者だから。下？こっち読み込まれてないみたいだな。めっちゃ面白いな。ここで止めるな。効率強化4なんだよね。延長してこようかな。煽んなよ。まあ、絶対オッケーすぎる。なんとか石器時代。ちゅ、なんだよ。あるある。木凝ってるときに殴っちゃう。あるある。マイクラあるある。マイクラあるある言ってこうぜ。マイクラあるある。俺好きやから4は石器時代。あるある。あるある。あるあるって知ってる？あるある知ってる。今みたいな、レクリエーションでしょ。あるあるってレクリエーションなの？違う？あ、あるある。ここ平面でいいの？あるある終わった。終わっちゃった。あれエントリーナンバー1で終わった。エントリーナンバー2しかも、あるあるじゃない。
あるあるじゃない。あ、そうでもないやつ。そうでもないやつ。なんか、食べすぎやん。あるあるを分かってない人で。左手一瞬離してもう一回前に進もうと思ったらアイテム投げちゃう。あるある。待って、何言ってんの？向けて。左手一瞬離して前に進もうと思ったらアイテム投げちゃう。あーあー。左手一瞬離して。ですぐ前に進もうと思ったら。W と Q 間違える。左手一瞬離してもう一回パッと打ったら W と Q 間違えちゃう。いや俺逆にいい派なんだけど。インベントリ開いちゃう派だわ。そっちが。そっちが。俺、俺9派だわ。俺9派。走ろうと思ったらキャプスロックは。それさ、キリアン、キリアンだよ、それ。キャプスロック、キリアン。それキリアンだな。俺の中学の頃の国語の先生がさ、セリヌンティウスのこと、絶対セリヌンティウスっていう人がいてさ。セリヌンティウス正式名称なんじゃね。え、あれでしょ、あの、数学の先生が X と X っていうのと同じ感じでしょ。そんなやつおる。いる。X っていう人いる。X いる。X っていう人いんの？いる。あの、おばちゃん先生とかはね、X っていう。あと、Watt をホワットっていう人いるじゃん。あれすごい俺嫌なの。なんか強調してる感じでしょ。D を D っていうやつもいるだろ。ダーだろ。ダーはいねえだ。ダーはいねえ。な、いるよ、ダー。ダーはもう、ボイン入ってやついねえよ。じゃあ、DVD はダーブイダーだ。ダーバーダー。ダーベーダーでしょ、ダーベーダー。ダーベーダー。この人多分ダーベーダーだ。ダーバーダーだ。ダーバーダー。何語読み？なんでここ微妙に上ないの？それ何？そういうものと思って、あ、間違えてなかったんだけど。テントって、え、屋根もできたじゃん。おぉ、いいじゃん。あ、ミスった。下手か。下手すぎだろ。下手すぎだろ。あ、ミスった。はちゃにミスってるよね。ダメでした。あー、ダブいた。はい、ということでですね、森の予感、外観、カッコ仮が完成いたしました。すごいよ、これ。ほんと森の予感だよ。ほんとに森の予感。特に入り口入った瞬間とかね。あれもう見せてんの？入ってこ。今見せた。はい、入る、はい。なんか見ていきましょう。ほんとに BGM 変われる瞬間。変えるレベルの。内装は。劇的ビフォーアフターの BGM。テレレン。内装は内装。内装は内装です。テン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 。これからやります。これからやります。これからやる。これからやる。そう、今から。とりあえず、4部屋だね。外装終わったから、紹介する。そう、1階に2部屋、2階に2部屋で、4部屋。で、部屋の位置は全部一緒。1階と2階の机も一緒。いいじゃん。ね。いいじゃん。いや、ほんとに、こん、てか、壮大にスペース、なぜかしてる気がするけど。こんなにでかいのに、内装4つだけなのか。あ、でもいい感じだな、こう見るとやっぱ。部屋の8割は廊下だよね。建物の8割か。いや、そうね。外観見ようぜ。見ちゃいけないところ行こうぜ。じゃあ、見ちゃいけないところ行きましょうか。だから、まだ。まだまだ見せる必要ある。こっからモザイク。おー、これ、ここまでだったらよかったのに。あれ、まだよくね。まあ、横はまあ、あれ、ちょっとなんか、若干欠けてる。若干欠けてる。モザイク強めに入れて、モザイク。モザイク強めに入れて。あー、見せられない。これ、顔じゃん、これ。見せられない。まず窓はあるけど。顔だ。顔じゃん。見せられないよ。顔じゃん。すごいアホ面だよね。バカすついた。そばかすね。片方だけね。こっから見たら完全にちゃんこ落ちだもんな。あれ鼻でしょ。やばい。で、こっちがちゃんこ落ち。完全に途中で終わってんじゃん、これ。完全にちゃんこ落ち。やばい。屋根がないんだよ、屋根が。そう。屋根がね、綺麗に途切れちゃった。完全にちゃんこ落ちだね。石の壁だね、石の。あの。屋根ないで何？終わってないじゃん、外装。終わってないじゃん。終わってないじゃん。じゃあ今から内装やって、内装終わったら、ビンデケが連れてきて、はいはい。先長。エボーカーを、あの、現地から連れてくる。いや現地から。先長げ。直輸入でしょ。ちょっと先長。じゃ内装に移りますか。皆さん。おーい。とは言っても、このサイズの部屋ってなかなか作れないんじゃ。とりあえずフェンスベア。出たフェンスベア。出たフェンスベア。何のフェンス多くあれ。
できた。なんで植木鉢がないんだよ。でね、すまん、部屋の入り口ってこんなバッサリ切られてたっけ？ヨーカーペット。ちょっと待って。なんかね、いや、こんなんじゃなかった気がするんだよね。全部ね。あ、お？ほんとだ。なんか、全部違うぞ。全部こうじゃねっていう。違うぞ。なんか違う。全然違うわ、それ。全然違うわ。マジ？白でちゃんとなってる。こうだよね、多分。そう。こうだよね。そうだ。多分だよね。見たいけど、そうだわ。こういうこと？多分そうじゃね。そういうこと。じゃあ、ちょまやろ。最後のここも、ここもなんかちゃんとなってる。あ、ここもか。終わりもちゃんと。赤こんなにいらなかった説あるな。ありそうだよ。階段ブロックだよ。ここの入り口。そうだよ。そうだね。ここがさ、違うよ。これじゃないよ。こうだよ。あ、全部そうなの？全部そう。あ、じゃあ、壊すか。ここがねえんだよ。真ん中がないんだよ。こう。これが正解。はい。ということでですね、内装が、森の予感の内装が完成しましたので。ね、建物自体は全部完成ということで、じゃあ中見ていこう。はい、行きましょう。もう入った瞬間もう完全森の予感だよ。森の予感だね、これ。それはやったけど。やったか。はい、まず、この、何、監禁部屋？監禁部屋。ね、めっちゃあったやつ。まあ、無理やり、この、小さく、小さい森の予感に、この、雰囲気を詰め込んだ。まあ、雰囲気をね、そう詰め込んだ。はい、奥あるんじゃないかみたいなね。このクオリティは。ちなみにこれはもう出れません。出れません。あ、はい、じゃあ次行きましょう。あ、なるほど。行こうか、次。出れてー。あー、壊しやがった。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 やりやがった。普通に助けに行こうと思ったら壊しやがった。ここは、はい、そして、ここ、まあ、おなじみの。出た。なんか思い出だよね。ここはね、思い出深いね。動画にも映ったかな。あ、捕獲部屋だよね。チェストじゃん。チェストはこれ中は、あ、ゴミですね。はい。ゴミなんだよね。ここはもらいましょう。じゃあ、次に行こう。はいはい。この階段も完全にそっくり。ね、それやったんじゃん。あ、やったね。多分2分前ぐらいから行くかもしれない。あ、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 ここは、A ウォーカーを入れるスペース。まあ、でかいテーブルと、この本棚と、このテーブル椅子を、あと、ギュッと凝縮した。シャンデリアを凝縮した。ギュッと凝縮した。なるほどね。凝縮したね。うん。そう。ボス部屋を、まとめて、楽しめると。まとめて楽しめるってなる。反対側、ここは、このスペースなんだ。まあ、これもかなり小さく、縮小した感じがあるな。え、これ、もっとでかかったっけ？俺なんかこんなもんな気がしてたんだけど。こんな小さい部屋、そうそうないって。あ、そうか。なかなかあれやる。もっと花壇が、花壇だよ、花瓶が。そうね。ちなみにさ、あれでしょ、森の洋館の内装って50種類ぐらいあるんでしょ。あるらしいね。まあでも、その中から、今回は。多分半分もいけないよ。そうでしょうね。多分そうだね。10種類ぐらいも違う人ないよね、まだ。同じのばっかだし。あ、そうね。かぶりまくってで、まあ、ビンディケーター、もう5体すでに連れてきてるから、もう今からこの中にね、連れていこうと思います。はいはい。木はトロッコでしょ、まあ。いや、もう、壁に穴開けて。トロッコで行くの。もう、もうだって、追いかけてもらえばすぐだよ。歩いて連れてこね。それで行くかも。それでいいんじゃね？やる？めっちゃやるか。ステーキ、ステーキ。無理やりね。ステーキ持って。